ベルント・ローゼマイヤーベルント・ローゼマイヤーは1930年代に活躍したドイツのレーシングドライバーである。1936年のヨーロッパドライバーズチャンピオン。ニュルンベルクにて1937年、妻のエリー・バインホルン、フェルディナント・ポルシェトライバルのルドルフ・カラチオラが出した時速 432.6km の記録を破るため、1937年型の ピーバーゲンタイプ C をさらに改造してアウトバーンで最高速度記録に挑戦することになった。フェルディナント・ポルシェはこの車両がオ風に弱いことを知っており反対したが、記録更新にのみ心を奪われていたチームはフェルディナント・ポルシェに知らせず、車両をコースに持ち込んで記録更新に挑戦した。 約時速470キロメートルで、モルフェルデンの切り返しと呼ばれここだけ小立ちが途切れていた立体交差に達した時、欧風に煽られて、レコードカーは地面に激突、大破ローゼマイヤーは車外に放り出されて即死した。フェルディナント・ポルシェは、チームの誰をも攻めようとしなかったが、私なら、風が強いことが分かっていたら、決してスタートさせなかっただろう。 あの車は、オ風にはひどく敏感なのだからと嘆いた。アルフレートのオイバウアーは、実調の中で、事故の原因は、走行時の風圧に、アルミ板製の機体が耐えられなかったことにあり、ローゼマイヤーのテクニックをもってしても回避は、不可能だったのではないか、と述べている。AB、我らが、ポルシェ・ポルシェなんでも、時点 P72。我らが、ポルシェ・ポルシェなんでも、時点 P73。 ありがとうございます。